はい、おはようございます。はい、クイズです。はい、さあ、これなんだ。LED。 あ、分かった、これ掃除するやつやん。ルンバ。ルンバか。そうです、 LED です。はい、でも何でしょうこれ。分かる。え、これさ、俺最初全然分かんなかったんで、実は割れるんでしょ、取れるんでしょ。やってみよう、やってみましょうよ。なんかいかにも強烈そうな LED がね、凶悪なまでにいっぱいあるんだよ。はい、いっぱいあって、これもそうか、うん、で真ん中に穴が開いてまして、はい、見るからになんかこう分割しそうな雰囲気でございます。確かにルンバみたい。おっ、バカバカっと割れました。人も同じかもね。わかった、パックマンだ。ああ、パッカパッカパ、アホアホアホちゃう。あ、でも分かる、何に使うか。それで光ったらなんだよ、宇宙人じゃん。宇宙人、そういうの昔いたな、なんかな。なんだろうね、これ自転車のハンドルに。あ、分かった、ほら、ここにある。あの、自転車のサドルをこれ下向きにして下を照らす。あの、スルーナイトシリーズから離れよう。え、ちょっと違う。これ炭酸電池、うん、1本2本3本。つけてみよう、はい、電池を入れまして、 LED のごつさに対してなんか電池がちょっとシンプルな気がするけど、さあどんな感じでしょう。いきます。はい、3本。おっ、何が明るいぞこれ。はい、つけてください、ライトオン。え、カメラ映ってる。大丈夫よ、どうぞ。わかる。 あとね、真ん中ね、ここにボタンがあって、うん、これでついて消せたりできる。ほんとだ、フルでつけるとどんな感じ。明るいね。何に使うんだ。すっごい強烈。さあ、これ何に使うでしょう。はい、どうぞ。車の上につけて星空。うん、これルームライトだ、車の。すげえ明るそう。あ、分かった、この中に鉛筆いっぱい差し込むか。違う。真ん中に穴が開いてて上から照らすもの。上から照らす。パラソルライトです。おお。あー、投げてペルルルルルルってなっちゃう。それフリスビーライトです。そもそもライトはつきません。超えるわ。あのさ、ちょっとおしゃれなカフェとかにパラソルあるでしょ。ビーチパラソルじゃないよ。え、待って、パラソルってあれにしか見えない。カサ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 。そう、それにこれカポッてはめて、これがこういうテンションかかるから、うん、サトシの顔をガシッとはめ込むの、うん、ギャッギャッギャッ。いてててて、まさかこんな真冬にビーチパラソルが出ると思いませんでしたが、こうなるわけですよ。これが正しい。おー、これが正しいんだけどさ、ビーチパラソルじゃないよな。真夏にこれは電気はつけない。なんかカフェとかにあるね、あのライトです。さあ、じゃあクイズだ。はい、これなんかね、活用法を考えよう。はい、自転車の横に2つ買って、横につけてチャリンチャリンするんです。すげえ明るそう。未確認飛行物体のようですが、これはでもね、漕ぐときに邪魔になる気がする。確かに。完全に穴でかいけど、普通の傘につけるとこんな感じ。でもいいじゃない、これで面白いね。うん、ガタつき防止も考えないといけませんが。ガタ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 。確かにいいね、これね。ルームランプ的にいいね。なんか取り付ける加工したいな。これね、これせっかくだから皆さんにさ、なんかさ、アイディアがあったら、はい、よろしくお願いします。多分これね、リュウチ君がいろいろ加工すると思います。加工しちゃっていいの。うん、ありがとうございました。面白いランプだね。